ぐ売り切れよ。そう、全部売り切れ、何にもない。びっくり、ドンキもなくて、わかんない、私のいたところのドンキがダメだったかな。なくて、なんかサンタ帽、サンタ帽とかなんか可愛いっていうか、なんかそう可愛い、可愛くはないけどって感じのやつあったんだけど、え、だからいや分かんないけど、適当なんか風船買ってきちゃって。でもこんなの別にクリスマスじゃなくても使えるんよ。全然使えるの。クリスマスじゃなくても使える。でも百均行って唯一クリスマスっぽいなって思ったものを買いました。ポインセチア、ポインセチアは買ってみました。こういうのあったらちょっとクリスマスっぽいかな。違うのでね、で明後日クリスマス当日にクリスピークリームドーナツの予約しようと思ったらもう規定数超えちゃっててみたいな。最悪その日の朝買いに行かなきゃ、朝っていうかもう終わってからなんかケーキ探しに行こうかなって思って。もういっぱいでした。まあそうだよね、そりゃそう。でワイングラスとかもまだ買ってきてないから、いろいろやっぱクリスマスもう直前はダメだね。なんもなかった。あとはなんかよくわかんない、そういうなんかキラキラみたいなのを買ってみたけど使わなさそう。本当にこれ何に使うの？なんかどっかに置けばいいのかな。なんかあすごい匂いするこれ。なんか使えない。いやでも自分でカチューシャ最悪作れないかなと思って、いろいろなんか買ってみた。なんかすごいフライングタイガーとか楽しみしてるのに全然なくて、クリスマス終わったねって言って、クリスマス終了しましたね。ファンデーションとマスカラリング最近よくバッグ使うか。でパンダ何？ライブタグみたいなの入れればいいってこと？これか。タグ入れてみた。
ウェットティッシュ買ってきた。今日はどこも人が多くて、どうの苦手ですわ。今日寒すぎない？びっくりした。寒すぎて。やばいよね、今日びっくりした、寒すぎて。クリスマス、今年のクリスマスはこれで過ごせるのかな。明日サンタもあんのかな、どうなんだろう。明日はサンタさん来ます。 1,2,3 部かな。朝早いですが、どうぞよろしくお願いします。舞台終わって初だし、久しぶりだよね、お話し会自体。楽しみです。あと公演の登録は出たかな、まだか。昨日久しぶりにピアスつけたらやっぱり真っ赤です。一部以外がおすましできる気がします。ありがたいことに完売してたのかな。ありがとうございます。寒いかな明日も。もうコート着てても寒いし、何着てても寒いね。急に冬。寒いのか。上がりも起こさないと。重ね着だね、本当に。マグマ回路、回路そんなのあるんだ。そう、回路持ってないんだよね。マイナス何度の世界、明日寒いもん。
ただ一度とかしかない。あとさ、風強いよね、なんかめっちゃ。見て初めて明日お話し会行きます。嬉しい、待ってます、よろしくお願いします。やった、そういう方もやっぱ来てくださるんですね、嬉しい。地味に朝早いしね。で、昨日のさ、買ったお洋服も着てみたんですよね、今日。どう？白いリボンの方が良かったかなとか思いつつ、サブ。ちょっと今日は黒で締めてみました。でもやっぱね、なんかキュッてならないから、ちょっとスタイル悪く見える。危ない。フレンチガーリーですわ。甘めです。そう、なんか本当はリボンかなんかリボンのブラウスにしようかなとか思ったんだけど、タートルネックの方がいいかなと思ってこっちにして、1297日ありがとうございます。いや本当に皆さんのおかげで毎日こうショールームが続けられてるので、ありがとうございます。お話し会いつぶり？1ヶ月ぶりくらい？1ヶ月以上じゃん。1ヶ月以上じゃん。2ヶ月以上じゃん。もうクリスマスイブなんだね、明日が。いや、この髪の毛の色をどうしようってずっと迷ってて、でも早めに美容室行った方がいいよね、絶対。年末行っちゃうか年始以降にするか迷ってる。紐出る、こういう紐って
ってさ、どうしたらいいの？いつも。あ、サイレント見ました、サイレント見ました、サイレント見たんですけど、見たんですけど、すごい切なくて、そう、切なくて切なくてなんだよ。へえ。なんか、もうみんなが幸せならそれでいいやってなっちゃった。なっちゃった。え、サイレントのクリスマスツリーっていつまで？行きたいんだよね。もう終わっちゃうかな。25、本当にクリスマスまでやん。行きたいなぁ。世田谷代打だっけ。ダイダって言ったことないもん。でもクリスマス当日に日曜日だしめっちゃ人多いのかな。下北沢石口ま石口な下北沢駅ってこと？いや、行けないかもな。本当にでもすごいよね、サイレントブームがすごすぎて。当日、まあ街中はカップルで溢れるんだろうね。本当にめちゃくちゃ溢れそう。今日もさ、いやクリスマス当日って混むかなと思っていろいろケーキ屋さんとか見てたんだけど、いやすごいちょっとまだ早いなと思いつつ、ケーキ美味しそうだった。クリスマス当日ピザとかも頼めないかな。もうな、もう本当にだからフライングタイガーも100均も今日回ったのに何にもなくて、もうクリスマスってこうやって終わってくんだと思ったもん。始まってすらないし、始まるところにまでクリスマスたどり着けなかった。メイク地雷っぽいね。あ、夜何食べたか当ててください。久しぶりに食べた。お家で食べようと思ったんだけど諦めました。ヒント、
正解は家系ラーメンでした。こんななんかピンつけたまま家系ラーメン食うの恥ずかしかったんだけど、もういいやと思って家系ラーメン食べました。一蘭はね、多分土日は混んでるだろうと思って諦めた。しかも昨日ゆず風呂入ろうと思って、あれ昨日だっけ、そうだ昨日忘れてた。ニンニクめっちゃ入れた、生姜も入れたし玉ねぎも入れた。うん、ありがたいことにニンニクいっぱい入れさせてもらって、柚子買おうと思って忘れてた帰りに。忘れてた、ショールームしてる時ですら忘れてた。耳赤、いや明日どうしよう、明日もサンタ来た方がいいかな。てかサンタ出さないと。サンタ出して。あ、どっか見てる今。戻ってきた。TikTok 撮ろうかな。なんか歌番組やると本当にもう年末なんだってなるね。やっぱ今日のメイク地雷っぽいよね。地雷ラインが濃いのかな。ピンクだし。リボンもついてるからかな。え、公園の当落はまだ出てない？もう出た？まだなんだ。そうなの、最近遅いの。じゃあまた分かったら教えてください。年内最後、みんなに会えるの待ってます。え、実際前髪どうですか？ワンオーオンワナイトって何それ？流行ってるやつ？TikTok って何流行ってんの今。どれ？ミルクで乾杯じゃないの？
んない、 TikTok 載せて炎上しない？どれ？オープンセスミ？これか。これ？違う？オープンセサミみたいなやつ？あ、これ？分かった。これでいいんだ。どうやってやるのこれ？ワンオーなんて言うてんの？ワンオーオーワンナイ？分かった。あとは？ミルクで乾杯みたいなめっちゃ流行ってそうじゃん。M ステのさ、お客さんがほとんど女性。ほとんどというか、そうなんだ。女性が当たり、こういうのってどういう申し込み方なの？それぞれのファンクラブみたいな感じ？そうなのね。何？怖い。なんかミキミキ言ってるの。風強いから。みんなのおすすめ YouTuber さん教えてください。急に見るか見ないかは別ですけど教えてください。すごい、やっぱみんなAKB メンバーのか。千代チャンネル、ユーカリ、7センチ、キリンワールド。AKB 以外は皆さんじゃ見ないんですか。何見てるんだろう最近。
でも基本メイクかお洋服系なんだよね。なんか笑える系、おもろい系がいい。ちいかわ見たいのに、そう今日ちいかわショップ、ちいかわランドに行こうと思ったんですけど諦めた、寒すぎて。大食いとか結構見る人の、だからてりやきチャンネルさん本当におすすめ。でもみんなそれぞれ見るもの違うよね。お話し会久しぶりすぎて緊張してきた私。明日みんな来ますか？一部、一、二、三部です。久しぶりにやっぱゆっくりお話できるからすごく私も楽しみにしてます。じゃあそろそろ今日は終わろうかな。明日頑張って早起きできるように読みます。13位にゃーさん、12位りょうたとマーク、とりももしさん、11位 YK さん、10位こうときさん、9位クロケンさん、8位ゆうきさん、7位48さん、6位リュウトさん、5位あきこさん、4位てるきちさん、3位香港のケーキアットマーク7レンジャーさん、2位サイトアットマークアインチさん、1位 TK トンからアットマークタイさんです。ありがとうございました。パンダサンタ来なかった、待ってたけど。じゃあね、それじゃあ今日も見てくれてありがとうございました。おやすみなさーい。